はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、僕の体の、ここ2日3日4日5日ぐらいの間で起こっている話なんですけども、なんかこう最近ね、便がね、2日に1回くらいになってきまして、まあ、出るときはね、なかなか出てくれない感じなんですよ。というのはいきなりね、そのトイレの話なんですけどもね、出るときの出てくれなさっていうのがね、最近すごくね、こう辛くなってきたんですよ。これがまあね、俗に言う便秘というやつなんでしょうかね。なんかね、この1日目の便の出てきそうになる時っていうのは、出口付近でね、こうドアがまあ開く感じがするんですけども、まあなんかこうノックされてるだけで、結構まあ強めにドンドンドンってノックされてるだけで、でなんかドアノブをガチャ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 ってされてるだけで、まあ鍵がかかってるままなんですわ。でそしてね、まあ、2日目になるとですね、ようやく、まあ、出てきてくれるんですけども、まずねドアが開きます。でも出口付近ではですね、もう大変窮屈なのかしてですね、なんかこうみんなの足が引っかかっているのか、ね、みんなのその最初の一歩っていうんですか、それがなかなかね踏み出せずに大渋滞なんですよ。でもね、こう誰かが一歩踏み出せればですね、あとはもう書き込め乗車とかね、もうジェンガが崩れ落ちるようにですね、激しくこう出てくれるんですけども、でも時にね、まだこう渋滞を引き起こしてですね、途中でこうちょっと窮屈になってね、なかなかこうみんなが一歩を踏み出せずにね、ドアがまたこうスッと閉まりそうになるんですね。でもそれではいけないと思って、僕自身もですね、頑張って応援するんですよ。応援ね、加勢するんですよね。そうしたらなんとかこう出てきてくれるんですけども、そんな時のその子たちってね、すごく乾燥してあるんですわ。だからまあこう滑りが悪かったんですよね。てかそんなことってあるんですね。こう内臓が乾いてしまうだなんてね、というかこうね、こうここまで水分不足なことってね、なかなかこうもうその子たちはなかったんですけども、なんかね、僕自身の体自体が乾燥していたらね、なんか腸や便までね、やっぱりこう乾燥してしまうんでしょうかね。でもね、その子たちがですね、無事に脱出してからですね、第2波がねやってくるとですね、なんかその子たちはね、ある程度というよりも、まあ、ちょっと多めにね、水分をね身にまとっていて、なんかスムーズにね、第2波というのはさーっとこう通り過ぎてくれるんですけども、でも結構そのなんて言うんでしょう、密度っていうのはあったんですよね。ちょっと大きめだったんですよね。でもまたその後にですね、第3波が待ち構えていたんです、ね。その子たちっていうのはですね、これまでとはね、逆にね、こうなんて言うんでしょう、駅を通過するね、新幹線のごとくですね、トップスピードでね、駆け抜けていくね、水分 99% なんですよ。要はね、下痢なんですわ。ねえ、もうそれらにね、もうなかなか、だからその子たちってね、止まらないんですよね。なんか多かったかなと思ったら、またこうまだまだこう後ろの方でね、スタンバってたんですわ。なんかこう遠くの方からね、あ、新幹線通過するな、音が聞こえてるなって来るなっていう状態でスタンバってたんですよね。なのでね、なかなかそんな時ってね、トイレから出ることができません。もうね、もうこんなことがね、第3波でね来られるとね、最初の第1波あの状態がね、信じられなくなるんですよ。でもまあね、おかげさまでそのね、第3波が通り過ぎてくれたおかげでですね、まあ、第1波も2波も3波もね、全て通り過ぎてくれたおかげで、お腹の張りというのはね、なくなってくれましたけどもね、よく思い出してみるとですね、ここ、まあそのね、
1日2日3日4日5日間ぐらいっておならがねなかなか出てなかったんですね。なんかこう腸の動きがねおかしくなるようなね食事っていうのは別に僕してないんですけどもね、これはやっぱりもう便秘なんでしょうか。皆さんどうでしょうかね、便秘持ちの皆さん教えてほしいんですけどね、便秘なんでしょうかね。でもまあね、便秘とね診断されたわけではありませんのでね、まあ、自分では決めれないんですけども、というかまあ便秘ってね病院でそもそも診断されるものなんですかね。でもまあしかしねトイレっていうのはですね、正常ならば平均12秒ぐらいのタイムでね済ませれるらしいんですよね。ご存知でした皆さん、平均12秒らしいんですよ大きい方って。でこれはね健康な体の人にとっては、まあ、普通の話のようなんですけどもね、これなかなか出れない人たちというのはねこれよりも時間がかかっているわけなんですよ。それはねなんでかっていうとね、まあ、その人たちがねそのロスタイム中でね何かをしているわけなんですよね。何をしているかと言いますと頑張って応援しているわけなんですよ、まあ、すなわちね生きんでるということになるんです、はい、生きんでるんです。これがね本来の問題点なんですよ。皆さん人間が生きむとどうなるかご存知ですか、ね、何回か話したことありますけどね、あのそれはね血圧が上がるんですよ。そして出すと一気に出ていくと同時に血圧ってスーンとこう下がるんですよ。一気に上がって一気に下がるんですよ。その時が非常に危ないんです。これはね、まあ、無理にね出そうとするからですね、まあ、体がそのようにこう働いてね血圧がグーンと上がってしまうんですよ。あの僕もね入院中にねトイレの中にねいててね血圧が変動してるのが激しすぎて看護師さんがね病室にね飛んできたことがねあったんですよ。あのね入院中というのはですね、まあ、僕のような、ねまあ、一部の患者さんはですね体に心電図モニターというねセンサーをねペタペタペタと貼られてまして、なんかこうそのねコードがついてるんですよ。ペタって貼られた先に、ね、コードがついてて、その先にはねモバイルバッテリーのような大きさのねなんていうのなんていうかな、もう送信機か送信機があって、でそれで体のデータを送信して、ナースステーションに送信して、ナースステーションの画面に各画面に24時間365日ずっと表示されてるんですけども、そこで表示されてる患者さんたちの血圧などにね変動があったらですね、異常があればですね、あの画面上でねパーンとこうアラームがね鳴る仕組みになっていてですね、それを見て走ってきてくれたんですよ。まあ、あれはびっくりでしたねほんまにね。いやまあこのようにですね、まあ、あのこのようなことがあれば大変危険なので、だからほんまに行き場ない方がいいんですけど、あの本来ね便というのはねでもね無理に出すものではなくて自然に出るものなんですからね、正常ならば行き場なくてもいいんですよ。しかしね便秘であったり早く出したいんだとね、まあ、心が動くとですね人間というのはね生きんでしまうものなんです。そうなる原因というのはですね、普段からねトイレを我慢してしまうことがね最大の原因と言われています。まあ、僕はね我慢せずにねいつも家にいてるからね、いつでもすぐトイレに行けるわけなんですけどもね、まあでもねそういう我慢している人たちってね、やっぱり腸がね硬くなったりするようなんですよ。もうこれはすごく危険なんでね我慢してほしくないんですけどもね。で、まあ、その他のね便秘の主な原因としてはですね、女性ホルモン、腸の過緊張、腸が緊張してしまう、そして加齢というのがあってですね、でこれ最後の加齢によ、当たってはですね、男性でも60代以上になるとですね便秘が増えてくるようなので注意が必要なんです。まあ、この他にもですね、まあ、ストレスとか水分不足とか運動不足、温度変化によるその自律神経の乱れなどがね原因にもなるんですけどもね、ただでもですねこれらに心当たりがないのであればですね、あの何か、便秘によって病気が潜んでるかもしれませんので、やっぱりねあの便の出が悪かったりとか調子が悪かったりしたらね、まあ、そんなことやけど我慢せずにね病院を受診してみてください。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。